CPA 調査統計作業部会の大田学です昨年に引き続きまして今年も当セミナーにてお話をさせていただきます昨年の CP プラスはオンライン開催をしましたので写真業界で仕事をされている方だけでなくデジタルカメラユーザーの皆様にお聞きいただけるチャンスと捉えて昨年のセミナーは路線を大きく変更しましたしかしタイトルをマーケットセミナーとだけ掲げていましたので ユーザーの皆様のアクセスは残念ながらそう多くはなかったようですそこで今年のセミナーはサブタイトルとしてキングオブホビーダッシュ宣言を掲げましたデジタルカメラユーザーの皆様にもっとアクセスをしていただきたく柔らかい表現としました団体らしからぬ週刊誌のようなタイトルと思われた方もあるかもしれませんがこの言葉の中には私たちの強い思いを込めています まだまだ寒い冬のひとときレンズを拭きながらでも古い写真を整理しながらでもラインをチェックしながらでもどうぞお付き合いくださいよろしくお願いいたします本日当工業会が発表しました2021年出荷実績と2022年出荷見通しです見通しはデジタルカメラも交換レンズも100%を切っていますので 消極的なものに見えるかもしれません。それでもこれが長引くコロナ禍の中にあって会員各社が向き合い導き出した業界見通しの集約版です。セミナーのトピックスの一つとして取り上げる際に今年はこんなに台数が増えますと報告したかったところですが各社が体感する現状はそれほど甘くはないようです。その主な理由として半導体部品の供給不足が挙げられます。 新型コロナの直接的な要因、間接的な要因により、半導体部品の世界的な供給不足が長引いています。何よりユーザーの皆様に大変にご迷惑をおかけしております。デジタルカメラが、交換レンズが今すぐ欲しいのに、欲しくて欲しくてたまらないのに。待ちに待ったカメラがようやく姿を現したのになかなか手に入らない。随分と待たされる。2021年の実績については、 このセミナーの中で詳しく見ていきたいと思います。そして2022年の見通しについては、何とか見通しを良い方向に外していきたい。ユーザーの皆様に製品を潤沢にお届けしていきたい。それが全ての会員企業の思いであります。当セミナーも見通しを良い方向に外していくための一つのきっかけになればと願っております。このセミナーでお話ししますことは、 ご覧いただいている五つの項目です積み重ねております統計の連続性からはじめに前回セミナーのあらすじをご紹介して次に最新の状況をお話しさせていただきたいと思います前回のセミナーではフォトイメージングマーケット統合調査大国編の結果を フリーアンサー中心にご紹介しました。コロナの暗雲が立ち込めるよりも前、2019年の調査です。美しい写真を撮れたら幸せになれる。写真を撮るのが幸せだ。色鮮やかに生き生きしているように見える。見返すと毎回幸せになる。今読み返してもなんと力強くポジティブなのだろうと思います。調査開始時点では思い至らなかった 写真を撮ることの幸せがキーワードになりました。フォトイメージングマーケット統合調査、大国編の実施概要です。スクリーニングを経た本調査では、スマートフォンユーザー200名、デジタルカメラユーザー300名、合計500名に回答いただきました。代表的な質問です。よく写真を撮る対象は何ですか ?1 位、国内旅行。 2位風景夜景3位海外旅行4位友人知人5位自分自身友人知人自分自身が35%を超えていて37%台38%台のトップ3に引けを取りませんでした別の設問による機器の所有状況では自撮り棒の所有率がとても高く自分自身の比率の高さと確かにリンクしました これだけでも何かハッピーなホトライフが伺えます。前回セミナーではハッピーを裏付ける回答、そしてたくさんのフリーアンサーを紹介させていただきました。写真の楽しみ方についてフリーアンサーの中から少しだけ。写真を撮るとき、楽しんで落ち着いて集中できる。写真を撮るのが好きだ。大好きだ。写真を撮れることが自慢だ。 ファインダーから見えるものは幸せだ。いい写真を撮ったと褒めてくれる人がいる。笑顔を記録する。写真を見返したらその日どれくらい幸せだったかわかる。ここまでのお話に関心をお持ちいただけました皆様は、前回セミナーのアーカイブもぜひご覧ください。シパウェブサイト、シパレポートのページからご覧いただくことができます。 2020年には日本国内調査フォトイメージングマーケット統合調査特別編を実施しました前回セミナーの中核とさせていただいた情報です本調査のサンプル数は1,000名大国調査や過去2回の国内調査はスマートフォンユーザーも対象としました今回の調査ではデジタルカメラユーザーの方に対象を絞りました デジタルカメラユーザーの皆様にコロナ禍の中で何が起きているのかできるだけ詳しくお聞きしたいと考えたためです。よく写真を撮る対象は何ですかとして被写体をお聞きしました。左が2019年日本調査、右が2020年日本調査です。外出自粛が叫ばれる中にあって全体的に減少傾向は見られましたがランキングにしてみると明らかに検討している被写体があることが分かりました。 第2位が国内旅行から花、植物に入れ替わりました。花、植物の他にも子供、ペット、動物がランクアップしました。2位にランクを上げた花、植物についてのお声です。季節の花を取ると気持ちが穏やかになる。心の潤いになっています。コロナ禍でも季節の花は咲き進む。身近な季節の花を取るのも気晴らしになる。 こちらはコロナ禍に遭遇する前後のモチベーションの変化をグラフにしたものです。左グラフは写真を撮る意欲があるとお答えの方の割合です。青がコロナ前、オレンジがコロナ後ですがいかがでしょうか。どの年代もコロナ前からコロナ後への減少の幅は小さいです。それどころか10代はコロナ後の方が高くなっています。注目すべき結果と受け止めています。 右グラフは写真を撮る意欲がほとんど全くないとお答えの方の割合です。特に10代はコロナ前後で変わらずに3.3%という極めて低い水準をキープしています。こちらは同じ資料を英語に置き換えたものです。当セミナーの資料は日英兵記としていますので少し読みにくい箇所があるかもしれませんがどうぞご了承ください。特にこのページは 海外の方にもぜひ見ていただきたい内容です。趣味を楽しみながら悲観的な雰囲気を自分なりに振り払う。元気が出る。カメラ生活は誰にでもおすすめできる精神的にも元気になれる最高の趣味だと思います。ひたすら没頭する。写真には鬱とした心を一瞬で吹き飛ばせる可能性があるかなと思いました。 カメラを趣味、生活習慣の一部として過ごすことで、心身ともに健康的でいられる。カメラをもっと趣味として広めたい。共通の趣味を共有できたり、近い感覚のある誰かと写真を通じて夢を追いかけるなど、企画次第で参加型の写真イベントが広がるのでは。コロナ禍の中、人それぞれ、決して一括くくりに論ずることなどできませんが、 カメラがあってよかった、趣味に支えられたというお声が多く、私たちのマインド、その奥底に強く響くものでした。これで手をこまねいているだけなんてできるわけはないのです。これらの調査結果からすれば、デジタルカメラの需要は揺るがず、2021年年始の感覚からすれば、コロナ禍から順調に回復し続けており、2021年内に 全開することはなくとも良い方向に向かうだろうとの希望を込めて2021年見通しを公表しました。左が見通し、右が実績、すなわち現実です。レンズ交換式デジタルカメラと交換レンズとに関しては年始に前年位100%超えを見通しており、1年後に確定した実績も確かに前年位100%超えでしたが、 100%をどれだけ上回るかという見立ては大きく外してしまいました。ではデジタルカメラの需要は揺るがないという見立ては甘すぎるものだったのでしょうか。昨年のセミナーではいくつかの統計実績グラフをご紹介しました。ここからが本年セミナーの本編です。統計実績グラフに2021年実績を加えてアップデートした最新版を ご紹介していきたいと思います。このグラフはデジタルカメラの出荷数量がどのように変化してきたのかを表したものです。2011年頃から10年ほどの間、減少傾向にあります。減少傾向を詳細に見ますと、2012年から2014年にかけて急峻に減少しており、2014年以降は穏やかに減少しています。また、2017年における増加のように、 一進一退の局面もありました。それでも2021年現在の出荷数量はピーク時の10分の1以下になってしまった。これが偽らざる当市場の実態です。デジタルカメラの出荷実績を月別に見ていきましょう。月別グラフは熱心な写真ファンの皆様にはおなじみのものだと思います。私たちのウェブサイトは 統計や企画や環境に関する情報が占めており、もともと写真業界で仕事をされている方、製品や部品を製造されている方、アプリケーションを開発されている方にご覧いただくことを想定していました。しかしながら、中でも私たちの統計情報は、写真ファンの方々にも注目されており、写真関連の情報サイトでも毎月の定番のように取り上げていただいております。 こうしたことは当初は意外なことに感じられましたが考えてみればとても納得できることなのです一眼レフにさらに投資すべきか思い切ってミラーレスに乗り出すかスナップ用に高性能なレンズ一体型を加えてみるかといった購買のためのご支援ご検討はあたかも貴重な一票を投じるかのようですね写真業界の動性にご注目いただくことは 至極当然なことなのだと遅ればせながら強く自覚をしております。ここではおなじみのグラフを私たちはどう受け止めてきたのかという視点で動的にご覧いただきたいと思います。月別グラフ2019年の推移です。春と年末近くとに大きな山があります。春先商船と年末商船とを反映しています。 年2回の山のメリハリは、米国や日本への出荷割合が高かったかつてよりも、今や小さくなりました。中国やアジアが台頭した昨今、それぞれの国や地域での特有の商船をミックスした形で、山の分散傾向にあるため、と考えられます。いずれにしましても、これがコロナの暗雲垂れ込める前、2019年の推移です。月別グラフ。 2020年の推移です。コロナ禍は強烈なインパクトでした。それでも秋以降回復が見え始めました。いち早い中国での回復から、そして欧米での回復へと、ワクチン接種の走行によって消費全般に回復が見え始めたのがこの時期です。2021年1月、2月、3月、 2019年には及びませんが、2020年に対して明らかな回復が伺える実績です。この頃の実績表は、カテゴリー1域によって前年同月比200%、300%という実績も並びました。4、5 6 7月、前年同月を上回りました。8月、前年同月の水準を割り込みました。9 十、十一、十二月と。前年割れのまま。年の終わりを迎えました。月別グラフ。二千二十一年の推移は。需要の行き先を。天井。を見えざる手で押さえつけられたかのような。展開となりました。二千二十一年。局面局面で。国別や地域別で。 コロナ禍緩和の兆しを見せていましたが、ことに年間の後半、コロナ禍を直接的間接的要因とする半導体部品の供給不足が重くのしかかってきました。統計の長期トレンドを見ていきましょう。シパ統計でいうレンズ一体型デジタルカメラとはいわゆるコンパクトカメラ、コンデジです。レンズ交換式デジタルカメラとは、 一眼レフプラスミラーレスです。棒グラフの下側黒はレンズ交換式カメラの全世界出荷数量です。棒グラフの上側ピンクは交換レンズ。折れ線グラフの青はコンパクトカメラです。そして点線がスマートフォンの日本国内出荷数量です。JTA よび CIAJ からデータをお借りしました。デジタルカメラは世界出荷であり、 スマートフォンは国内出荷であり、これらを同じグラフで表そうと試みたために、デジタルカメラは100万台単位、スマートフォンは10万台単位としています。2021年のスマートフォンは前年比106%でした。スマートフォンの市場拡大が最も顕著だったのは2011年から2012年で、ちょうどその頃、デジタルカメラの主力がコンパクトデジタルカメラから、 レンズ交換式デジタルカメラに移行したことが分かります。前回のセミナーでの重要な視点、全地球人に近い膨大な人口がスマートフォンを手にしたことによって写真撮影の免疫ができました。その中からもっと綺麗な写真が撮りたい、もっと思うような写真が撮りたいと思い描く人々が生まれ、高付加価値商材である レンズ交換式デジタルカメラと交換レンズとの数量増加が起きました。これが長期トレンドの革新部分です。しかしながら今回はもっと違う角度からお話をさせていただきます。さらに大事な視点であると考えております。意を決して次に進めさせていただきます。レンズ交換式デジタルカメラが画前存在感を増すグラフ。 先ほどの出荷数量を金額に置き換えたものです。棒グラフ下側黒、レンズ交換式デジタルカメラばかりではなく、棒グラフ上側ピンク、交換レンズの存在感も目を引くものです。レンズ交換式デジタルカメラも主力商材交換レンズも主力商材であることがお分かりいただけると思います。同時に、フィルムカメラ時代に比べて大幅にスケールアップした 業界の規模感の変遷を示していることから、私たちの業界の本質を表しているグラフの一つです。金額規模とは言葉を変えればビジネスベースの規模感です。グラフの右端、2021年の出荷金額は、その2つ左側、コロナ前、2019年の出荷金額まであと一息だったことをご確認いただけることと思います。 カメラの平均出荷単価です。黒い線がレンズ交換式デジタルカメラ全体。赤い線がミラーレスです。共に単価は上がり続けており、ことにミラーレス単価は10万円を突破しました。ここで表示している単価は、メーカー出荷価格をベースにしたもので、店頭価格より大分低い点をご留意ください。ミラーレスは価格帯の高い高機能なカメラ。 各社の威信をかけた製品といって良いと思います。こうした製品群の人気が一層高まっていることを写真ファンの皆様にも実感されている方が多いのではないでしょうか。一方の緑、一眼レフ単価はわずかながら下がりました。青い線、レンズ一体型デジタルカメラ単価は上昇傾向が続きました。 ここへ来てわずかながらでも加工傾向が見られたのは唯一一眼レフ単価ということになります。ミラーレスは一眼レフにあった光学ファインダーやミラー機構を外したこと、光学部品、機械部品を電子部品に置き換えたことによって小型化、軽量化に有利です。コンパクトデジタルカメラやスマートフォンから一眼レフへの乗り換えはハードルが高いという方にとって 気軽なレンズ交換式カメラとしてミラーレスが受け入れられていきました。その後、ミラーレスへの各社参入が続き、各社ラインナップも大幅に拡充し、今や平均出荷単価において一眼レフを大きく上回る製品カテゴリーとなりました。世界出荷数量におけるカテゴリー別の推移です。月次統計において、 一眼レフとミラーレスとを区分することは2012年から始めましたこの時点で統計に足る参入会社数まで拡大していたということになります2012年2割に過ぎなかったミラーレスは2021年今や58% 6割に迫る最大のカテゴリーとなりました世界出荷金額では2018年に ほぼ五分五分というところまで来て2019年にミラーレスが一眼レフを逆転2021年は一眼レフ2割強に対してミラーレスは8割弱というところまで来ました再び数量で見たもので日本だけを取り出しました日本ではヨーロッパや米州に比べてミラーレス比率が上がるのが早い傾向にあります 2018年の時点でミラーレスが一眼レフを上回りました。今や8割に迫ります。ヨーロッパはミラーレス比率が高まるのが比較的遅めでしたが、2020年、2021年、一眼レフと半々という水準まで来ました。米州もミラーレス比率が高まる傾向にあります。もともとヨーロッパより さらにスローペースでしたが、ここ数年ミラーレス比率が一気に上がり、2021年一眼レフを超えて53%に達しました。アジアもミラーレス比率が高い地域です。2017年の時点では43%に達していました。アジアについては、2019年から中国と日本中国以外のアジアと分けて、 統計を実施しましたアジアを2つに区分した理由について触れていきますこちらがデジタルカメラ出荷数量の地域別構成比です一番下の黒がアジアその上の白が日本です2016年にはアジアが26%日本が15%でしたのでオールアジアという見方をすれば41%に達しました こちらが主力カテゴリーであるレンズ交換式デジタルカメラです。一番下の黒がアジアです。2014年にはアジア35%と日本13%とで合わせて48%オールアジアで半数近くを占めるに至りました。オールアジアにレンズ交換式デジタルカメラの半数近くを出荷という傾向は 2010年代中盤を通じて続きました。アジアが瞬く、間にレンズ交換式、デジタルカメラの最大需要地域になったということです。asean も中国も良い意味の期待、高まる大きな変動要素であり、双方をきちんと捉えようとしたのが新区分導入の理由です。いざ分離してみると、2019年は asean より中国が低め。 逆に2020年はアセアンよりも中国が高めという結果になりました。2021年もこの中国高めの傾向が続きました。18%という占有率は一国でヨーロッパ全体の6割に相当します。こちら、新地区分の2021年、カテゴリー別構成比を見ておきましょう。左が中国。 右が日本中国以外のアジア、すなわちタイ、インドネシアなどアセアン各国を中心とした区分です。中国のミラーレス比率が73%、日本中国以外のアジアのミラーレス比率が60%、日本の79%には及びませんでしたが、ヨーロッパや米州に比べてミラーレス比率が高い傾向にあります。 世界全体としてミラーレスが最大カテゴリーに至り、その先も勢力図を拡大する、こうした動きのドライバーとなりました。最大の注目株、中国向けミラーレスを特にピックアップして月別グラフで見ていきたいと思います。コロナ禍の前、2019年です。4月から5月にかけてと、10月から11月にかけて、 二つの山が見られます。最も高い山は中国の一大商船である独身の日が効いています。11月11日、1111 11、シングルを連想させる1の並ぶ日です。中国ではコロナ襲来時期が早く、2019年12月に新型コロナ世界初の発症とされます。 少なくとも2019年の独身の非翔船はコロナ禍の影響なく確かな足跡を刻んだと言えそうです。2020年の前半です。3月、4月コロナ禍による極端な落ち込みが見られました。しかし2020年の半ば以降はコロナ禍の前、2019年のラインに沿うように推移し10月、11月には 大幅な伸びを示しましまた中国では他の国や地域に先駆けた回復傾向です他の国や地域もコロナ禍さえ脱すればコロナ禍のインパクトを弱めることさえできればコロナ以前への回復が望めるのではという切実な希望期待を抱かせるのに十分なものでした。2021年の前半です やるらー、中国。2019年、2020年を大きく上回るペースでした。そして2021年の後半、12月の提言が気になるところではありますが、たくましい実績と申し上げたくなります。そして、こうしたコロナ禍からの回復の奇跡を描いたことが、フォトイメージングマーケット統合調査シリーズ2021年版を 中国・北京で行こう。今、中国・北京こそを知りたいと決めた理由であります。フォトイメージングマーケット統合調査、中国圏の実施概要です。昨年の独身の日直後を見計らって実施しました。対象地域は北京。スクリーニングを経た本調査では、スマートフォンユーザー200名、デジタルカメラユーザー200名、 合計400名に回答いただきました。こちらは本調査で対象を絞り込む前のいわゆるスクリーニング調査の設問です。現在所有している機器をお聞きしました。写真関連のトップは左から5番目、第5位の自撮り棒でした。デジタルカメラはタイプ別に分けており、投票が分散するので、 ランキングとしては不利ですが、それでも左から9番目に一眼レフが上がっています。ここから本調査説問の結果になります。一番よく撮影する機器を選択する理由をお聞きしました。緑の棒グラフがユーザー全体、黄色の折れ線グラフが一番使うのがデジタルカメラとおっしゃるユーザーです。 これら二つの対比で見ていきます。緑の棒グラフ、ユーザー全体では、第一位、持ち運びやすい。第二位、自然な雰囲気の写真が撮れる。第三位、綺麗に撮れるです。黄色の折れ線グラフ、デジカメを一番使うユーザーでは、同着。第一位、自然な雰囲気の写真が撮れると、綺麗に撮れるです。自然風景がよく撮れる。このうちの二項目、 自然な雰囲気の写真が撮れるときれいに撮れるとは共通項目ですが、緑の棒グラフ、ユーザー全体よりも、黄色の折れ線グラフ、デジカメを一番使うユーザーの方が格段に高い表を得ていることがわかります。右から5番目、レンズを変えられる、ズームできるで、緑に対して黄色が大幅増加していることは、当然といえば当然です。スマートフォンでも、 複数レンズを切り替えられる商品がありますが、それでもなお、レンズを変えられる、ズームできるは、デジタルカメラの特徴である点、ご注目いただきたいと思います。これはなかなか興味深い結果が出ています。一番よく使う機器を購入したきっかけはとお聞きしました。緑の棒グラフがユーザー全体です。 1> 第1位、インターネットで専門家の撮った写真や動画を見て欲しくなった。第2位、インターネットで一般の方の撮った写真や動画を見て欲しくなった。第3位、友人が使っていて友人に勧められて欲しくなった。第4位以下にもインターネット関連が多数見受けられますし、インターネットでのアウトプットの目の当たりにした説得力、 そして口コミ的ルートの影響力の強さがうかがえます。黄色い折れ線グラフがデジカメを一番使うユーザーです。第1位、インターネットで専門家の撮った写真や動画を見て欲しくなった。同着2位が2つ、インターネットで一般の方の撮った写真や動画を見て欲しくなったと、メーカーのネット上の広告を見て欲しくなったです。 さらにご注目いただきたいのが、右から10番目、インターネットのライブ配信で見て欲しくなったと、右から5番目、写真教室で先生や生徒に勧められてです。インターネットのライブ配信は、期待の高い最新型の販売方式ですが、デジカメを一番使うユーザーで6.7%。まだそれほど購入のきっかけになっていないようです。 一方、写真教室で先生や生徒に勧められては、デジカメを一番使うユーザーで11.7%、決して軽視できないルートであることがわかります。音楽教室で推奨のエレクトーンを買う、あれに似たことが中国のデジタルカメラ販売では珍しいことではない。ライブ配信も勢い増すのはまだまだこれから、あるメーカーの 現地法人にいらっしゃる中国人のお言葉です写真を撮影する理由は何ですかとお聞きしました緑の棒グラフユーザー全体では第一位写真が思い出になる第二位写真を撮ることが好き楽しい第三位 写真を見ることが好き、楽しい。黄色い折れ線グラフ、デジカメを一番使うユーザーでは、第1位、写真が思い出になる。これはユーザー全体と変わりません。第2位、写真は趣味生きがい。やはりこれが来ました。中国の方は見えのためにカメラを買われているだなんて、一体誰が言ったのでしょう。ずいぶん昔の一時期、 富裕層以外にはカメラは高嶺の花のような時代があったのかもしれませんが実際はどうでしょう趣味生きがいで撮影をされています日本人もタイの方々も中国の方々も何も変わらない志を同じにする写真ファンであることがわかります第3位がさらにそれを裏付けます美しいもの感動したものを撮りたい 野暮な説明を添えるグラフではないのかもしれません少し長めに表示しますので皆様どうぞしっかりお読みくださいよく写真を撮る対象は何ですかとして被写体をお聞きしました 左が2020年の日本、右が2021年の中国です。花、植物は日本調査ではコロナ禍の前、2019年もコロナ禍の中、2020年も支持が変わらず高く、デジタルカメラにおける象徴的な被写体の地位をアピールしました。花、植物は中国においては風景、夜景すらしのいで、 金メダルに輝きました。トップ5の顔ぶれは日本と中国とでよく似ています。同じ趣味を志す同好の死として、また一段と親近感が湧いてきます。あと一つだけグラフをご紹介したら、中国の写真ファンのコメントをご紹介したいと思います。新型コロナの問題が起きる前と最近とを比べて、 写真を撮る意欲は変化しましたかという質問です。中断がデジタルカメラのユーザーです。緑が意欲がとても強くなった。オレンジが意欲が少し強くなった。合わせて75%。中国デジタルカメラユーザーのなんとタフなことでしょうか中国デジタルカメラファンへの親近感が湧き始めたところですが、 ハートの強さに関しては驚くばかりです新型コロナの問題が起きる前と最近と比べて写真を撮る意欲が変化したその理由をお聞きしましたパンデミックで人々は感動的な瞬間や人生の中で素晴らしい物事を捉えることについて 熱心に考えるようになった。パンデミックに対する恐怖から私の注意をそらすために美しさを発見して紹介する。写真は素早い感動の瞬間や人生の素晴らしいことなど記憶を保存するのに役立つ。異常な状況でも私たちを落ち着かせて希望を感じさせる。趣味にもっと時間をかける。 写真が私の趣味になっていたことに気づいた。パンデミックの最中は暇でつまらなくて、SNS で素敵な写真を見て、写真を始めたいと思った。新しい趣味にしたい。私は人生の素晴らしさに気づいて、人生を楽しむことを学んだ。人生で出会った風景を撮って、元気を取り戻そうとしている。写真はずっと私の趣味で、 コロナの状況でも変わらない。希望を見せて、他の人に喜びを持たせて、パンデミックに対決する人の思い出を捉える。ハートが強いだなんて軽口でした。ごめんなさい。大陸の写真ファンのハートは広く、そして深いのだと痛感させられます。そして、アフターコロナの気配を感じさせる、こんなコメントもありました。 パンデミックの最中に出かけることができなかった後悔を埋めるため、自然の美しさを発見するため、気分を持ち上げるため、感動的な瞬間を捉えるため、最近は元に戻ってきたので、どこにでもポジティブなテーマがあって、歩き回ると素敵な写真を撮りやすい。中国編、なんとも名残惜しいのですが、次のテーマに参ります。 例えばです。このような本人大満足のショットをものにしたとき、皆様はどうされますか ?PC 画面でフルスクリーン表示、奥様に自慢する。でもノート PC のテカテカ反射する小さな画面では私の実力伝わらないよな。フォトコンテストに出す。でもあの先生超広角でグワーッとダイナミックな絵柄が好きみたい。入選は難しいだろうな。 フォトギャラリーの写真展に出す。写真好きだったあのオーナー。私も大好きだったけど、コロナ感染拡大でフォトギャラリーは当分お休みらしい。SNS に出す。お気に入りをもらえるとすごく嬉しいし、コメントをもらえることもある。でも匿名で言葉を交わす虚しさを何か感じることも。一つご提案があります。 QSL カードです。 気に取られた方も多いいと思いますアマチュア無線局 JF1UOW 局そして JF1UOX 局の空撮映像そしてこれがアンテナですアマチュア無線を象徴する言葉は CQ アマチュアは世界でたった一人だけに付与されたコールサインを使って電波を送信します CQ それは アマチュアを象徴する特別な言葉。アマチュアが世界中のどなたでもどうぞお声をかけてくださいという意味を込める世界共通の言葉です。更新相手が決まって電波の上で、お空の上で更新が始まります。どこから送信しているのか、相手の電波がクリアに届いているかというレポートは定番。最初の更新から話は盛り上がり。 私は写真も趣味なんです。バイクも大好き。先日バイクで移動運用に出かけた山は風景が素晴らしく、写真ばかり撮っていました。うちの娘が言うこと聞かなくてね、低学年の時はパパパパだったのに、などなど、30分も1時間も話の花が咲くことは珍しくありません。そしてアマチュアは一期一会、後進の証を残す約束を取り交わします。 QSL カードを交換しませんかと。JF1UOX 局の QSL カードです。やはりこれはサンダーバード基地、トレーシーアイランドですね。JH1JDI 局。この方は女性アマチュア無線化です。JP3AYQ 局。 この方も女性アマチュア無線化です。めくるめく写真カードの世界、写真の世界がそこにあります。前回の日本国内ユーザー調査では写真ファンの皆様からこんなご希望、ご提案をいただいていました。皆で撮った写真をシェアする会をオンラインでも受ける。優しい雰囲気のある写真のパネルディスカッションの開催が良いと思います。 写真を見られる場、展覧会、ホームページ、壁紙などをもっと増やしてほしい。一人で楽しめる方もいれば、誰かと共有して楽しみ難い方もいます。ステイホームで自分の写真を見てもらえるサイトがあったらよいかなと思います。見てもらえるというおっしゃり方が、とても切実なもののように思えて、強く印象に残りました。 共通の趣味を共有できたり近い感覚のある誰かと写真を通じて夢を追いかけるなど企画次第で参加型の写真イベントが広がるのではまさにこれです昨年10月シパウェブサイトは大リニューアルを刊行しましたどのページを開いても写真だ写真だ写真だ 写真で、写真で、写真で飾った新ウェブサイトです。現在、美しい草花を撮ったたくさんの写真を飾っています。今後、テーマを決めて、皆様からの写真を公募して、新しい写真に置き換えていくプロジェクトをスタートします。なお、トップページの最上段に、写真家、相原正明さんの写真を掲載させていただくことに変わりはありません。 写真の高みをいつも意識していたい、そのための大切なアイコンです。新プロジェクト、その名も趣味×写真。コロナ禍の中にあっても写真という趣味に支えられたというお声をたくさんご紹介しました。しかし、それが写真ばかりではなく、趣味のありがたみなのだと受け止めました。 趣味への最大限のリスペクトを込めて趣味かける写真をスタートします。その第1弾がアマチュア無線。第1弾に限り公募ではなく私たちの徹底的なリサーチで適任者、適任局の QSL カードをご紹介することとしました。来る3月1日、シパーウェブサイトでアマチュア無線かける写真をアップロードいたします。 こちらは JAL 日本アマチュア連無線連盟神奈川支部の主催されたオール神奈川 s n a のフォトコンテスト結果発表の映像を抜粋版でご覧いただいたものです JAL は QSL カードの転送サービスを行っていますアマチュアはお互いの住所に QSL カードを直接郵送するのではなく JAL にまとめて郵送し JAL が仕分けして転送してくれる仕組みが出来上がっています この映像をご紹介したのは、コロナ禍の中の葛藤がコメントされているとともに、最後の写真一枚にアマチュア無線という趣味の偉大さ、そう、自他もに認めるキング・オブ・ホビーを体現しているからです。 フォトコンからもう一枚、7K1PT 王曲。写真にはこんなコメントが添えられていたと言います。綺麗な社外の夕焼けに気づき、CQ を忘れカメラを持って、夕景色に包まれ、この時ばかりは無線化より写真家の血の方が騒ぎ出してしまった。そんなワンシーンだったのですね。 写真ファンのシンパシーに強く訴える一枚としてご紹介しました。次回、j a ル神奈川フォトコンテストは間もなく告知開始とのことです。アマチュア無線はもう半世紀以上も前から自他共に認める形でキング・オブ・ホビーと称しています。翻って写真をキング・オブ・ホビーと称したことはほとんどなかったように思います。 私たちは写真が大好きです。皆さん趣味ですとおっしゃいます。それでもキングオブホビーとまではおっしゃらない。何が足りなかったのでしょうかジャール神奈川支部で広報委員を務められている JGA と GZJ 局はこう話されています。趣味の尺度は沼の広さ、深さ。広くて深いと実感された方が キングと呼ぶのでは広くて深いならレンズ沼も負けてはいませんアマチュア無線でアンテナという存在がレンズにそっくりです優れたアンテナはアマチュアの憧れたくさんのアンテナを長年にわたってとっかえ引っかえして楽しみながら時にはうんうんとうなりながら悶絶して理想のアンテナを目指します 老舗アンテナメーカーながらは、レンズメーカーに例えると、シグマや、タムロンや、健康トキナーや、コシナや、カール・ツァイスです。ながらのタイナカ社長はこう言います。アマチュア無線はアンテナで決まる。むしろ業務用無線の納品時の方がアンテナへのこだわりが少ない。無線機ばかりに目がいっている。その点、 アマチュアはさすがによく知っていると思うことがある冷蔵庫・電気なければただの箱無線機もアンテナなければただの箱こんなエピソードもあります都会派アマチュアは大きなビームアンテナを立てられないのが悩み憧れの大ビームアンテナは電波を一方向に絞り込んで強力に発射します 写真のような小型の無思考性アンテナを愛用して葛藤し続けていたアマチュア局にベテランアマチュア局が言ったのは高い周波数の無思考性アンテナは設置場所が1 0トル違うだけでも電波の飛びが違ってくるはず都会派アマチュア局はその後試行錯誤を重ね2ル間隔で3本の無思考性アンテナを設置 これを切り替える作戦にたどり着きカバーエリアが一気に拡大したといいます。同局は再び無線を通じてベテランアマチュアにアンテナ作戦の一部始終を伝えました。無視向性の同タイプのアンテナを3本も切り替えるなんて35ミリレンズをボケ味のいいやつ、俊敏に応えてくれるやつ、絞ると抜群のやつと わざわざ3本揃えて携えるみたいです。35ミリレンズで半歩前に出る。2歩前に出る。3歩前に出る。これだけで世界観が変わる。これとよく似ているのではないでしょうか。明るい中望遠を超える迫力の写真が撮れちゃう。こんなこと全然珍しくありませんよね。でも最後の下りが写真撮影とはだいぶ違っています。 立てたばかりのアンテナで電波を飛ばしてすぐさまに報告。相手の反応も間髪入れず、生の声でやったねと帰ってくる。こんなゲートはアマチュア無線ならでは、SNS のように匿名世界の出来事ではありません。電波新聞社で同社版の天性人号とも言えるミリ波を今も執筆されている大橋氏。 雑誌、ラジオの制作、元編集長は言います。長年の取材の中で、オーディオと写真とアマチュア無線のうち、二つ三つを同時に楽しむ趣味人は本当に多かった。それぞれのファンに微妙な違いはあるかもしれません。はるか半世紀近く前、オーディオフェアもファムフェアも会場は晴海。 東京オリンピックの選手村が建設された場所で開催されていました。オーディオフェア、現在の音展は東京国際フォーラム、昨年の NHK 紅白が開催された会場です。ただし、各社ブースは個室で皆さん無言で高級オーディオに耳を傾ける光景が展開します。そんなところから来るのかもしれませんが、オーディオファンは寡黙な印象です。他方、 アマチュア無線化と写真ファンとはとても上舌な方が多いように思います。アマチュア無線化は本当にいいですね。先ほどのエピソードのようにアンテナを変えましたとすぐさま仲間に生の声で伝えられるのですから。写真ファンはなかなかそうはいきません。クラブに入会されている方はかなりこれに近い感覚になってくるのですが、そうではない場合、 饒舌のはけ口がなかなかありません。ママはこの写真いいだろうとやっても、はいはいが関の山。それでもアマチュア無線、キング・オブ・ホビーの冠には少し違和感があると言われる方もいらっしゃいます。その理由として、最近は若い方が入ってこないという私たち写真業界と共通する話題も上がりました。そんな中にあって、 写真業界からの取材ですかそう、アマチュア無線はキングオブホビーですからね。と、何のためらいもなく言い放った方があります。神奈川県海老名市立柏ヶ谷中学校技術部無線班、顧問の沢田仁志先生です。この中学校しかないと思い伺ったのは、こちらの QSL カードを見つけたからです。 コロナの前もこれからもいつも変わらずにあってほしいとても貴重でとても当たり前の日常が映っていたからです日常の素敵なスナップショットにこの先生できるなと思い二重マスクで出かけたところ開校一番意外な答えが返ってきましたその写真は無線部の生徒が撮ったんですよもう卒業してしまったんですが腰を抜かしつつも 準備した質問が使えない私たちに先生が語り始めたのはこんなエピソードでした。この近くにベテランのアマチュアがいらしたんです。この写真の真ん中あたりに写ってるでしょう ?JA1AI 局。日本のアマチュア無線の歴史が始まった時、最初に開局した30名の中のお一人でした。この方をはじめ、 地域のたくさんのアマチュアに支えられて、この無線部は活動を続けてこれたのです。沢田先生は技術科の先生です。さらに先生の話は続きます。無線室、私たちアマチュアの言葉でいうシャックは技術室の奥にあります。無線機の大きいは地域の先輩アマチュアから送られたもの。クラブ機は JA1AI 局に送っていただきました。沢田先生のお城にして生徒たちに開かれた空気が伝わる技術室の壁には AI 局の書かれた寄贈の言葉が掲げられていました。この度、皆様のアマチュア無線の活動において、その情熱と努力に感動いたし、これらに伴う電子技術、情報技術等の 興味向上への励みと誇りの一助になればと念じ、ここにフラブ機を寄贈いたします。AI さんは昨年お亡くなりになりました。それでも AI さんの記憶は子供たちの中に刻まれています。台風でアンテナが飛ばされないようにと気にかけてくれた AI さん。自作の無線機を持ってきてくれた AI さん。たくさんの思い出があります。 沢田先生と一緒に校舎の屋上に上がってアンテナを見せていただくことができました。たくさんのアンテナはどれも寄贈品や私のお下がりでどれも思い出深いものです。中でもこのビームアンテナすごいでしょう。AI さんが送ってくれたものです。こんなにがっちりした金具を用意してくれたんです。沢田先生です。手の包帯は検証縁。 ドライバーの回しすぎは職業病だそうです。アマチュア無線はキングオブホビー。間違いないですね。写真という趣味の世界に足りないものがもしあるというなら、それを見つけて何とか追いつきたいものです。取材の途中から頭の中では、RC サクセション、僕の好きな先生がずっと流れ続けていました。 アマチュア無線機メーカーアイコム社は無線機で直接に画像を送受信できるモードの搭載を始めました。画像の解像度は VGA に満たないもので送信時間も数十秒かかるとのことですが写真ファンにはなかなか楽しいモードです。アルインコ社はパイオニア的なアマチュアが集う 1200MHz 帯のハンディ機を業界で唯一投入しています。 自宅にタワーを建てられない方、四方マンションに囲まれている方は、週末ハンディー機やポータブル機を持ち出して少しでも高いところを目指します。暖かい時期には、関東の関西の山という山の頂に物陰にアマチュアがいると言っても言い過ぎではありません。同社からはこんなコメントをいただきました。QSL カードの写真カードが増えた。 それでもカードメーカーの既製品を使っている方も少なくない。写真をオリジナルにすればもっと楽しみが広がるはず。アマチュア無線専門ウェブマガジン FB ニュースには女性アマチュア無線化の日々が連載紹介されています。JJ1、TZX 局。子育てが一段落した時、ふと趣味を持ちたいと思い立ち。 彼女の趣味探しが始まります。丸1、外に出かけてできる趣味を持とう。丸2、家でのんびりできる趣味を持とう。これら2種類の趣味を持とうと思ったのです。彼女には歌謡曲バンドのボーカル経験があり、マイクつながりでアマチュア無線にたどり着くプロセスが何ともユーモラスに、そして論理的に描かれています。 無線機を買うための500円玉貯金の話も写真ファンの皆様に共感いただけるのではないでしょうか。そんな TZX 局からこんなコメントをいただきました。今年の初めに更新した年配の局長さんから、年明けの富士山ですと綺麗な写真をご丁寧に郵送でいただきました。いえいえ、写真ファンは見せたいんです。見てもらいたいんです。 さらにこんなコメントもいただきました。私の写真 QSL カードはスマホで撮ったものです。でも QSL カードのためのカメラ教室があれば喜んで参加します。写真ファンの皆様に写真を発表する機会としてアマチュア無線をご紹介する。そしてアマチュア無線家の方に写真をもっとエンジョイしていただけるように PR する。それが 趣味×写真、第1弾の狙いです。趣味と写真との楽しい融和を目指します。当セミナーも、シパの新しいウェブサイトも、アマチュア無線会に拡散希望です。今回、紙媒体の専門誌、ハムワールドの皆様には大変お世話になりました。先ほどご紹介させていただきました、マンタの QSL カードは同紙のご紹介です。 どうもありがとうございました。最後のパートです。アマチュア無線にあって写真にないことを考えてみたいと思います。アマチュア無線化アマチュア無線関係者は皆さん自分たちをこう呼びます。アマチュアと。最初は不思議に思いましたが、次第にこちらも当たり前のようになっていきました。アマチュア無線化はアマチュアであることにプライドを持っています。 プロになるための登竜門などとつゆほども考えていません。アマチュアを謳歌することの素晴らしさを身に染みてよく知っています。プロはアンテナを自作したりしませんが、アマチュアには大きな楽しみの一つです。アマチュアは誰に頼まれたのでもなく、人だと離れた山奥に出かけていきます。寒くなると観光客に鉢合わせずラッキーと思ったりします。凍えながらマイクを握ります。 好きだからです。自由だからです。俺様はアマチュアだからです。写真の世界はどうでしょうかプロのように撮らなければいけないという感覚。フォトコンテストのウィナーとなるための傾向と対策。撮影手引書の呪縛。プロを頂点とするヒエラルキーのようなものを知らず知らずに固定化して、 ももののを考えるようになっていたのかもしれません私たちこそ写真文化という言葉を安易に使いがちですが高尚なものという理解ばかり進んで高いところからアマチュアを見下ろすような感覚になってしまったらこれはもうアウトアウトアウトです。むしろアマチュアはいつでも自由なテーマに向き合える特権階級です。 上級者とか初級者とか、そんなくくりも本当は必要ないのかもしれません。アマチュア無線化の免許には9がありますが、いざ更新が始まれば、1級に対して4級が物おじすることはありません。 アマチュア無線の世界には半世紀以上前に制定されたアマチュアコードと呼ばれる規範があります。アマチュアは良き社会人であること。アマチュアは健全であること。アマチュアは親切であること。アマチュアは進歩的であること。アマチュアは国際的であること。オリンピアンのアマチュアイズムに通じる気がします。私たちも自らの感性だけを頼りに、 妥協なく最高の趣味として写真を追求しましょう。それが我らのキング・オブ・ホビーダッシュ宣言です。シパーウェブサイト写真公募企画の予告です。趣味かける写真。第2弾。2020年から2022年。科学少年、科学少女の見た風景。第3弾。一人で二人で植物園散策。 この春、第2弾の公募を開始します。どうぞご期待ください。この秋の第3弾が、ホップ、ステップ、ジャンプのジャンプです。アマチュアイズムあふれる写真をどうだとお見せください。皆様のご応募を心よりお待ちしております。最後に趣味つながりで種明かしを一つ。冒頭にお見せしました本セミナーの大事は、私が鉛筆で書きました。1年間と少し、 子供と一緒に書き方教室に通っています。最近では子供構わず、親父の方が夢中になっております。一日のうちに15分間集中して字を書いたり、字を書くことを考えたり、毎日の生活の中にすっかりと組み込めた感じです。現在の私の書き方は基礎の基礎、鉛筆でひらがな、カタカナ、漢字を練習しています。 野球に例えますと、キャッチボールだけやっている段階です。バッターボックスに立ったり、試合に出たりは、まだ先のお話です。その基礎練習が楽しくて楽しくて、私の先生曰く、日本人は字を上手に書きたいという文化的本能があります。書き方は字の形を整えつつ、線の質、線質を磨いていきます。 最終的に自分が望む姿の選出を探し出していきます。先生は分かりやすく優しいお言葉で深い本質を話されます。ここにも人生を豊かに支える趣味の沼がありました。本日はご視聴どうもありがとうございました。